ハロー YouTube、 いくこさんメッセージありがとうございます。いやすごいですね、嬉しいですね。あのいくこさんが初報酬って書いてるんで、私はねファン来るかなとかね、自己アフィレートかなと思ったんですけども、一番いい形ですよね。人に喜んでいただいて、あの友達のね仲良しの困ったを解決してありがとうのお礼をもらうと、これ両方ありがとうじゃないですか。いやこれすごいじゃないですか。いや私ね、そのなんですかね、いくこさんの動画見てるんですよいつも特にね私向けじゃない場合はあまりこうやってね個人返信の動画を撮ることはないんですけども、まあサムネイルでは優先的にいくこさんの出てくるんで見たりしてますよね。うん、であと阿部理恵さんもねどんどん出ていて、いや阿部理恵さんもね本当に私がお伝えした通りにしっかりやってくださってるところと、あとそれ以上に阿部理恵さんご自身のね発想とかね行動力っていうのがねもう本当にすごいなと思います。もう本当にそれを考えたら私がねお伝えしたことってのはほんのちょびっとで、99% は阿部理恵さんの力量でされていることなんで、これがいいですね。本当に素晴らしいと思います。同じようにいくこさんも私がお伝えしていることの何十倍もね周りの人にものすごくアンテナ張って、どうやったら人の役に立てるだろうかっていうふうに行動された結果が今回ちょっと教えてになってね、まあ報酬にも行ったんだと思うんですよ。きっとね教えてって言った段階でいくらいくらお支払いした方がいいなってその方も思われてると思うんですよね。これ素晴らしい感覚です。やっぱりね自分で事業されてる方ってただで人を使うっていうことにあんまり気持ちよさを感じないんですよね。普通ねお勤めの方っていうのはただでやってもらえるんだったらただでやってもらおうと、で自分はただでは動かないぞっていう気持ちだと思うんですけども、このやっぱり自分で事業されてる方って人の時間とか労力とか知恵とかね特技を奪うことっていうのがやっぱりできないんですよね。きっとそういう方が素晴らしいと思います。で、一言で言うとね、これいくこさんとその方の信頼関係の対価なんですよね。まあ、ですのできっといくこさんがその方のところに行ってサービスや商品をいただいた時もしっかりとねもう割増くらいで払いたい気持ちがあると思うんですよね。それと同じだと思います。何にしてもね、今回、ご自身の力だけでこうやってね報酬をいただけたということ、本当に嬉しいなと、まあ、永遠のね記念でこの使えないお金になっちゃったんじゃないかなと思います。はい、いよいよねいくこさんの起業家としてのストーリーがこれから始まると思います。で、ここから私のアドバイスなんですけども、モニターという形でね私も教える経験とか実績が欲しいから報酬をくださいとは言いませんと。ただ困ったことをあなたの困ったこと、ネットのね困ったことを3つだけ解決させてくださいってこちらからお願いに行くっていう方法もあるんですよ。で、それがうまくいった暁には私の、まあ、生徒さんっていうかね私がお伝えした方はこういう問題を解決できました、私は人々のねこういう問題を解決することがすでにできてるんですよって形で発信していくと、あ、同じ問題自分も抱えてるんで相談乗っていいですかっていう風になってきて、いよいよ本当のねビジネスが始まるっていう形です。本当にねモニターっていう形っていうのはね私もお勧めしますね。そうするとね最初は自分の練習にもなりますからね、自分の練習になって自分の実績になってそっちの方が実は報酬としては大きかったりするんですよね。まあ、そういうことも考えていってもいいんじゃないかなと思います。まあ何にしてもね、いくこさんの、普段のね、こう皆さんへの周りの方への接し方が全てその報酬に跳ね返ってきてるんだと思います。これからもねますます周りの人のお役に立てることを探していっていただければいいんじゃないかなと思います。それこそね iPad の設定とか、例えば今日はね私 iPhone の、11 Pro Max を買ったんですけども、この設定すら怖くてできない方がいるんですよ。でそれはもう私もね最初私ですらこれ怖かったですよ。どうやってやるのかな、これピンをやってねプンっては外すんですけど怖いなと思いました。本当にできるのかな、壊しちゃったりしないかなとかね、データ消えない消えちゃったりしないかなとかいろいろ思うんですよね。まあでも今回は自力でやったってことなんですけどね、きっとねそういうふうに、新しいデバイスとかテクノロジーに触れるときって多くの人は怖いな、何かあるんじゃないかなっていう先入観で一人ではなかなかできないんですよね。そういうところに、お力になれるようでしたら、そういうインターネット系とかねデバイス系のお困りごとも私は一緒にできると思いますよって形でね、でできなかったらごめんなさいでいいじゃないですか。できなかったら別に報酬もらわないとかごめんなさいねと、これは私の手に余るんでということで、できる人を紹介するなりね、それこそカスタマーサポートとかを、お勧めしたりとかいいと思うんですよ。まあ、そういった形でねこれがまさに助け合いだと思うんですよね。ある人はお金は払えるけどもスキルがないと、ある人はお金を稼ごうと思ってスキルを商品にしたいと、両方がマッチングすれば両方ともね良かった良かったになると思うんですよ。なんていうんですかね、奪い合うお金とか奪い合う人のスキルとかじゃなくてね、本当に与え合うっていう関係かなと思います。さあ今日のまとめです。ビジネスとは何でしょうか。
ビジネスイコール提供と感謝という、ね、概念が速稼塾にありますけども、もう一つ突っ込んで言うとですね、ビジネスとはですね、何かの価値を提供するための手段なんですよね。ビジネスとはお金を踏んだくるための手段ではなくて、自分のスキル、能力、特技を人に提供するための手段、それがビジネスなんですよ、そういうことだと思いますけどもね、皆さんいかがお感じでしょうか。とにかくこの方は本当におめでとうございます。私からもね、なんかお祝いをしたいぐらいですね、ぜひね、これからも、情報発信もそうですけども、目の前の人に尽くしていくってことをね、やっていただければと思います。本当に私も励みになりました。ありがとうございます。ご報告いただきました。これからも育子さんのことは漏らさず逃さず全て動画を見させていただきますので、私がねいつも見てると思ってアップロードしてくださいね。見てない動画ないですからね。はい、では失礼します。